ベガルタチャンネルレディオ。皆さんこんにちは。ベガルタチャンネルレディオナビゲーターの及川明弘です。こちらはベガルタ仙台の選手のインタビューやクラブの情報をラジオ形式で配信していくオフィシャルの音声コンテンツです。さて今回も仙台の練習場での様々な声をお届けしていきますので楽しんで聞いていただければと思います。それでは早速始めていきましょう。最後までよろしくお願いします。ベガルタチャンネルレディオ。さて今回も新加入選手のインタビューをお届けいたしましょう。まず今回は1月12日金曜日、泉サッカー場での仙台での練習2日目が終わった後のインタビュー。鹿児島の神村学園高校からの新加入で、先日の全国高校サッカー選手権でもキャプテンとしてチームのベスト8進出に貢献しました。背番号30番フォワード西丸選手です。新加入の西丸選手にお話を伺いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。練習お疲れ様でした。お疲れ様です。まずは仙台、練習指導しまして、2日目終わったというところですけども、率直な感想を教えてください。初日からだいぶハードな練習だったり追い込みっていうところが、すごいあるので、きついなという印象が一番今強いですね。高校ではどうですか、これだけのフィジカル追い込むっていうのは。高校に比べると、まだ大丈夫というか、もうちょっとやってたかなみたいな、まだ全然高校の方がきついですけど、こっちに来てこれだけの強度でやれるっていうのはすごい嬉しいことでもあります。その強度とかその質の部分ってことですよね。つまりはそうですね、監督が求める熱量ってところもそうですし、やっぱり選手みんながこう今年はやるんだっていう風に強い気持ちを感じるので、そこに対して自分も持ってる全てを出したいなというふうに思ってます。1月に入ってからでもまだその大きな大会にも出てて、もう休む間もなく仙台に合流したと思うんですけども、体力的な部分では大丈夫ですか。そうですね、多少休むこともできたので、あまり休みすぎたらやっぱりこっちで動けないので、いいぐらいに休暇が取れて、コンディションはだいぶ、いい感じです。ですか、その練習してるところを見ててかなり足の筋肉とかパンパンにもう張ってんなっていうような印象もあったんですけども、そうですね、やっぱり追い込みがあるんで、かなりこう体的には来てますけど、やっぱり成長していく上で必ず大切なことなので、ここはしっかりみんな乗り越えていければなというふうに思ってます。今回そんな1月の大会選手権とかも見てるサポーターも多かったと思うんですけども、フォワードとして、高卒で入ってきたという部分では期待している方がめちゃくちゃ多いと思います。特に背番号なんですけど、ちょっとお伺いしたかったのが、今回30番ということで、なんか13だったじゃないですか高校の時、そこから一つ派生させたのかなとかも思いつつ。そうですね、やっぱりこう高校で3番つけてたので、13番つけてたので、3をこうつけたいなという気持ちがあって、その中でこういろいろスタッフとお話しする中で30番はどうかという話があったので、いろいろこうリャンさんだったりという方がつけてたというお話も聞いて、自分としてもしっかりつけてここから頑張っていきたいというふうに思ったので、30番つけさせてもらうことになりました。ベガルタの歴史でフォワードというと30番は例えば柳沢さんとか、あと今マリノスにいる西村選手とかもそうです、ね、ずっとつけててというふうなこともあったんで、もう新しいその西村選手、このベガルタの顔というふうな存在にもこの背番号とともになるのかななんて思ってました。そうですね、やっぱり期待してもらっていることはもちろんありがたいんですが、結果が全てなので、ここから本当に自分との戦いなんで、しっかり結果出してサポーターさんだったりと一緒に喜べたらなというふうに思ってます。改めてご自身の一番その特徴というか、こういうところをインパクトを出したいなっていうふうに思ってるところとかってありますか。もちろんゴールを取るところの前の動きだったりとか、ゴール前でのアイディアっていうところはそうなんですけど、一番は頑張れるところというか、献身性っていうところが交代練でしっかり鍛えてきて持ち味でもあるので、そこを見てもらって
たくさんの人に元気や勇気を与えられたらなというふうに思ってます。あの上背それほど高くないですけどヘディングもかなりうまいですよね。そうですね、まあヘディングのところは、まあ、入り方なんじゃないかなというふうに思っているので、あのゴール前で相手の前を取るだったり、あの消える動きだったりというところは、うんうん、はい、工夫するようにしています。詰めるのもうまいですよね、見てて思いました。そうですかね、こぼれ球とかをこう逃さずゴールに向かっていくっていうようなところ。そうですね、あのこぼれはもう間違いなく大事なところですし、あのいいフォワードっていうのはやっぱりこぼれ球で点取るんで、あのそういう姿も見てきたので、そこは諦めずに最後まで押し込むという気持ちは大切にしています。もうあの今回ベガルタ仙台自体が若い選手がいっぱい揃っておりますので、まあ、西村選手が一番多分若いと思うんですけども、はい、でもあのそういったところで言いますと活躍する機会っていうのは多いと思いますので本当に期待してます。そうですね、はい、やっぱり若い選手が多い中で、あのどれだけ若い選手があの上に噛みついていけるかっていうところと、あのフリッシュさってところでチームに勢い与えられるかってところだと思っているので、はい、本当に若手、自分も含めて若手がもっともっとやっていかないといけないなというふうに強く感じています。ちなみにそのやっていかないといけないなという中でこの仙台の寒さは大丈夫ですか？はダメですねやっぱ仙台の寒さはちょっときついですね。いつも家だと、はい、あの暖房とか、はい、去年とかも一回もつけなかったんですけど、うん、もうこっち来て初日で暖房をつけてであの暖房をつけて寝ると、はい、喉痛くなるんで、はい、必死に寝たんですけど、はいはい、そしたらあの8時にその日は起きようとしてたんですけど、はいはい、5時ぐらいに寒すぎて起きてしまって寒すぎてですか、はあ、これはダメだと思って、はい、まあ、そこから暖房つけてちょっと寝たんですけどちょっと仙台の寒さはあの大嫌いですね慣れないうちに多分キャンプ行くと思うんで、そうですね、ある程度はその行ってる間にちょっと暖かくなってもらわないと困ります。なってると思いますので、はいはい、その辺はまあコンディション大丈夫なんですけど、はい、でもどうですか仙台まだまだ街中楽しんでる時間もあんまないと思いますけど。そうですね、はい、うん、あまりこう場所とかあの本当にスタジアム以外ほとんど行ったことないので、うん、あのたくさんこうジョージ君とかに連れてってもらって、あのたくさん美味しいものを食べさせてもらったりとか、あのいろいろ買ってもらおうかなと思います一番なんかこういうの楽しみにしてるんだけどなっていう風なこうグルメとかってあるんですか？はやっぱり牛タンなります。はい、が前も連れてってもらったんですけどすごい美味しいんで、はい、あのいいところをたくさん連れてってもらいたいなと思ってます。九州で食べるのよりも九州だと牛タン全然食べないですね。本当ですか？はい、こっち来た時初めて食べたんで、はい、17年ぐらい食べなかったです食べたことなく生きてきて、はい、でも美味しいと衝撃でしたね。あ、本当ですか？美味しかったです。もうあのなんですか、厚さとか焼き方とか、はい、あと料理メニューとかいっぱいいろいろあるんで仙台だと。そうですね、はい、よく教えてもらってますでもその辺はゆっくり、はい、あの今後ね楽しんでいただければと思います、はい、それ楽しむ前にキャンプ行くことになると思いますけど。そうですね、はいはい、一つモチベーションにしてキャンプもね、はい、頑張ってほしいと思いますが頑張っていきます、はい。じゃあ最後にですね、あの聞いておりますサポーターの皆さんに一言お気合いいただけますでしょうか？今年はたくさん勝利をつかみ取ってベガルタ仙台ファミリーで全員で勝利を分かち合いたいなと思っているので、一丸となって頑張っていきましょう。よろしくお願いします。せっかくなんでフォワードですから何点みたいな目標をちょっとここで聞けるといいかなと思うんですが、まあ安牌で、はい、10でお願いします。安牌でも2桁、はい、行きたいなというふうに思ってるので、はい、ゴールで弱さを元気にできるように頑張ります、はい、失礼します。よろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。続いては翌1月13日土曜日泉サッカー場にてキャンプに行く前の仙台での最後の練習を終えたところでの2人の選手へのインタビューです。はじめに東京の中央大学からの新加入、高校時代には U17 日本代表に選出され森山監督から指導を受けた経験もあるアタッカー、背番号23番ミッドフィルダー有田選手です。新加入の有田選手にお話を伺いいたします。よろしくお願いします。お願いします。3日間の練習を終えてというところでしたけれども、まずは率直に今の感想いかがですか？プロってこんな走るんだっていう大学生の頃より走ってるんで、はい、いやなんか初心に帰った気持ちですごいコンディションも上がってる感じです。初心っていうとその小学校中学校高校？あ、そうです。高校生の頃とか、まあ、フロンターレユースだったんですけど、はい、その時もその年始め結構走ってたんで、はい、それをなんか思い出す感じで、はい、すごい
まあ、懐かしい感じです。どうですか、逆にそういうその走るっていう部分に関しては得意不得意というと。得意っていうわけではないですけど、はい、そのオフシーズンとかも個人的にあのパーソナルでその低酸素のトレーニングとかもやってたんで、一応上げてたんで、そういう意味では、うん、まあ、得意ってわけじゃないですけど、まあ、はい、上げて ある程度はというところですね、はいはい、あとはもうこの寒さの部分も少し、あ、まあ、先ほどから鼻もすすってるところも寒いっす、あるんですけど、はい、結構やっぱ東北あんまりまだ慣れてない感じ。そうですね、まだ来て2週間も経ってないのかなって感じなんですけど、はいはい、もうめっちゃ寒いんですけど、なんかこっちの人に聞いたら今年はあったかいみたいな言ったんで、ちょっと来年が怖いです。今日は寒いです、さすがに。本当ですか、はい、よかったです。ちょっとほっとしました。ほっとしました、はい、はい、まあ、川崎のそれこそユースにいて、で、あの森山監督の指導も、まあ、そのジュース時代、まあ、受けてたと思うんですけれども、あの仙台に、まあ、加入を決めたその一つきっかけにもそういうのってなったんですかね。はい、そのやっぱり知ってる人に見てもらうっていうのはやっぱだいぶハンデだと思うんで、はい、そういった意味で選ぶ時の一つの基準にはなりました。なるほど、はい、ちなみに印象としては。印象は一緒に戦ってくれるような、はい、すごいなんていうんですかね、すごい熱い監督で、うんうん、今のところその印象変わってない感じですか。全く変わってないです。あ、本当ですか、はい、うまくじゃあやれそうですね、はいはい、そしてあとはまあ仙台この、ね、地に来てということですけども、なんか、まあね、これからキャンプにも行くんで、はい、まだゆっくりしてる時間もあんまないと思いますけど、これから楽しみにしてることとかってありますか。楽しみしてることは他のチームとの練習試合とか、おそのまだやっぱ大学生の頃にやるプロの相手とやっぱプロになってからのプロの相手とやっぱだいぶ違うと思うんで、うんうん、感覚も、うんうん、そういった意味でそれ自分がどれだけそのできるのかっていうのはすごい楽しみな部分ではあります。今のところでもそのボール使った練習とか参加してみて、はい、ちょっと自分の中でも違いは感じてますか。まあ、ちょいちょい大学生の頃に、はいはい、他のチーム参加したりとか、うんうん、練習試合とかもしてたんで、まあ、そんななんかその圧を感じるとかはないですけど、うん、やっぱテレビで見てた方とかもいるんで、おうおう、そういった部分ではすごいなんかちょっと、うん、ちょっとそのドキドキしてる部分はあります、ね、ちなみになんか一番こうなんかおっていうふうに思った選手って仙台で言うとヤスさんですか、ね、あ、遠藤選手、はいはい、やっぱそのアントラーズ時代のプレーとかもすごい見てたんで、あの左足やっぱちょっとすごいなって思っちゃいます、はい、そういう選手に、まあ、なんていきたいですよね、はいはい、まあ、今シーズン遠藤選手もキャプテンということですから、うん、まあ、いろいろと、ね、お話もされることもあると思いますけど、はい、街中の印象とかどうですか仙台は。あ、こんなこと言ったんですけどめっちゃ思ってるとかでしょなんか会見でもそんなようなこと言ってましたよね、はいはい、もう少しもう自然たっぷりな。そうですね、なんか牧歌的なというか東北っていうイメージだったんで、はいはいはい、もともとずっと川崎に住んでたんで、うんうんうん、割と都会が近い場所にいたんで、はいはい、ちょっと不安ではあったんですけど、はいはい、そう仙台駅来た時に、うん、おおと思って栄えてるぞ、そう栄えてると思って、はい、びっくりしましたね。じゃあもう住みやすいじゃないですか。いや、そうです、だから仙台みんななんかその仙台出身の方とかも近くにいて、はいはい、あっちにで聞いた時になんかすごい住みやすいって言われてたんで、うんうん、すごい疑ってたんですけど、はい、おー、なるほどなって思いました。疑ってたんですね。疑ってたっていうか、まあ、なんかすごい、そんな、うん、あんまり期待はしてなかったって感じです、うんうんうん、でもすごい良かったなと思いました。なるほど、それであれば、まあ、コンディションも多分作りやすいと思いますんで、はい、あの素晴らしいプレーを見せてほしいなと思いますけど、はい、改めてもう本当サポーターの皆さんにこういうところはぜひ注目してみてほしいというふうな自分の一番売りにしてるところとかってありますか。うーん、やっぱりスピードの部分とか、うん、そういった攻撃の部分でやっぱり他の人より自分は優れてると思っているので、そういった部分を見ていただいて皆さんに応援されるような選手になろうと思います、はい、もうぜひ、ね、ユアスターを沸かせてほしいなというふうに思います、はい、楽しみです、はい、あの今日もたくさんのサポーターが練習見に来てましたけども、そんな皆さんに一言最後メッセージいただけますか。いつもベガルダ仙台を応援していただいてありがとうございます。今年は、まあ、去年とは全く違ったチームだと思うので期待していただけたらなと思いますので、応援よろしくお願いします、はい、ぜひ素晴らしいプレーしてください、はい、頑張ります、はい、ありがとうございました。今回最後は滋賀の琵琶湖成蹊スポーツ大学からの新加入、ベガルタ仙台ユース出身でゴールキーパーの小畑選手と同年代、足元の技術の高さが特徴のレフティー、
背番号31番ミッドフィルダー工藤真人選手です。新加入工藤真人選手にお話を伺いいたします。よろしくお願いします。お願いします。まずは3日間の練習お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、仙台でのこのシーズンインというのも本当にご自身の人生としても久しぶりだったと思いますけれども、この3日間まず終えてみていかがですか。そうですね、まず立ち上げの時からも負荷が結構高く強度も高くて、まあ、キャンプに行く前にそういう走り込みだったりとかしたので、まあ、いい状態でキャンプインできるんじゃないかと思います。この1月の仙台の寒さの中で、あれだけのフィジカルをやるっていうのもなんかちょっと懐かしさを感じたりっていうのも。そうですね、関西にはないその寒さなので、はい、まあ、久しぶりだなって感じです。はい、結構耳赤くなってますよ。そうですね、まだ寒いんでそれぐらい、はい、はいですね。あの、まあ、ユース出身ということで、まあ、今回期待しているサポーターも、ね、本当に多いと思いますけれども、まず加入が決まったとき、例えばあのいろんなこちらの仙台の方で世話になった方とか、そういうふうな皆さんからご連絡とかあったりしました。そうですね、結構おめでとうとか、また帰ってくるんだとか、そういうのおめでとうというのが多かったです。はい、ユースから最初、まあ、トップに上がりたいという気持ちはあったでしょうけども、まあ、大学を通してこの戻ってくるという風になった時、まあ、声がかかった時っていうの気持ちを教えてください。そうですね、一回練習参加して、まあ、合否待ってたんですけど、まあ、やっぱ決まった時にはもう嬉しいという気持ちと、まあ、もう行きますってもうすぐ即決したんで、すごい嬉しかったですね。その時はやっぱりプロでやるなら仙台でと。もうそうですね、もう大学行ってからもずっと仙台の試合も見てたし、うん、いつか戻りたい、もう4年後戻りたいってずっと思ってたんで、うんうん、本当にそれができて嬉しいです。大学の時の、まあ、チームメイトとかその同級生とかの反応もすごい良かったんじゃないですか。そしたらそうですね、まあ、おめでとうとか言われて先輩にも、はい、アウ君とかリュウ君にもおめでとうって言われたんで、うんうん、良かったです。あのそのユースの時にいた自分とその大学4年間過ごしてきて成長した部分っていうのはどういったことですか。そうですね、まず大学に行って、まあ、やっぱ関西のサッカーにも生まれながら、まあ、柔軟に対応してきて、まあ、高校でトップ上がれなかったですけど、うん、まあ、やっぱ関西行って、まあ、いろいろ試合にも出させてもらって、まあ、その点では、まあ、成長ここで成長できたなって思うので、まあ、大学に行って戻ってこれたんで良かったなって思います。というのはこの3日間練習やってみて、あのちょっとこう学生時代とプロとやっぱ違うなって思うところとかもありました。そうですね、やっぱその、まあ、スピードだったり、まあ、一つ一つ その技術だったりがやっぱり違うので、うん、まあ、やっぱそのゲームミニゲームですけど、その中でやっぱボールがポンポン回ってたんで、うん、やっぱりレベル高くて面白いなって感じましたね。あ、面白いなという。面白いですね、うん、もうボールがポンポン上手い人もあるんで、うんうん、全然取られないので面白いなと思いますね。なるほど、はい、あと見てると結構新加入の同じ世代 あの選手と一緒にいることもよくあるなというふうに多いなというふうに見てたんですけど、はい、結構他に例えばこのチームメイトとよく話すようになったとかありますか。そうですね、まだ3日目なんですけど立ち上げてから、はい、まあ、同期は結構もう仲いいとか喋るんですけど、うんうん、まあ、そのユース同じだったユーマだったり、うん、はいはいはい、まあ、喋ってるし、先輩もジョージ君とかリュウ君、アオイ君も喋って、あと新加入のリョウタ君だったり、はいはい、まあ、じゃあ喋れてない人もいるので、うんうん、まあ、キャンプでまた喋って、はいはい、仲良くなっていきたいなと思います。結構ユース時代に見ててちょっと年齢上の先輩の選手とかちょっとちょっと萎縮するなみたいなとかあそこないですか。いやでも、まあ、それはやっぱ人間なんであるんですけど、はいはい、まあ、やっぱり一人 そのチームとして入ったので、うんうん、やっぱりサッカーはそうやって喋って分かり合えないとやっぱうまくできないので、うんうん、やっぱ自分からも話しかけたり、そういうところをキャンプでやっていきたいなと思います。なるほど、はい、コミュニケーションを取って、コミュニケーションを取って、はいはい、あと地元はあの宮城ではないんですよね。地元は宮城じゃないです、青森県のですよね、まあ、同じ東北でありますけど、そうす、あの仙台の地に、まあ、久しぶりに住むということになると思いますけど、はい、まあ、4年間あんまりこの仙台に来ることも多分なかったと思いますが、ちょっと変わってたなとかって思うことがありますよ。そうですね、あの自分の高校が校舎新しくできてたんで、はい、そうなんですね、はいはい、そこを見て
すごいやっぱ綺麗だったなって、はいはい、感じましたね、まず最初に。おうおうおう、はい、街中とかは街中は変わんないですね、そんなに。本当ですか、はい、うん、じゃあなんか久しぶりに行く例えばお店とか場所とか久しぶりに行くそういうとこも出てくるのかなって。そうですね、あんまでも高校の時あんまり、はい、出かけたりしてなかった。そうですね、あんまり駅ぐらいですかね、駅ぐらいなんで、はい、あんま思い出の場所とかはないですね。じゃあもうこれからですね。これからですね、はいはい、じゃあ他の新加入の選手とかとも一緒に開拓していくみたいな。そうですね、はいはい、教えていきたいですね。はい、わかりました。改めてですけども、はい、あのご自身一番こう特徴のあるプレーというか、もうこういう風なプレーを見せてチームに変化をもたらしたいとか思ってるところってありますか？そうですね、自分は左利きなのでやっぱりそういうパスだったり、ラストパスとかスルーパスとかのそういう、うん、チャンスメイクだったりそういうところで少しでも貢献して、まあ、まずはその選手の特徴とかも捉えて自分の良さも出していってそういうのを知っていってもらえれば、まあ、自分もやりやすくなっていくと思うので、まあ、そういうところをやっていきたいと思います。結構生かす方と生かされる方でいうと、そうですね、まあ、大学とかは、まあ、その裏のパスとか、うん、自分が生かしてた側なのでそういうのを出していきたいですね。なるほど、はいはい、もうあのユース出身の選手も増えてきましたので、はい、もうそういったあのメンバーでなんかスターティングとかがこう組まれるようなあの時代に今度なってくるといいのかなと思いますけど、はい、もうそんな中にもってやっぱ工藤真夏選手もぜひいてくれると。そうです、ね、頑張ります。思います、ね、はい、最後サポーターの皆さんに一言メッセージいただけますでしょうか？はい、まずはキャンプでしっかり力をつけて開幕までに、個人としてもチームの試合に絡めるように頑張っていくので応援よろしくお願いします。ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ということでここまで、今回は新加入選手の中でもプロの世界に足を踏み入れたばかりの3人の選手の声をお届けいたしました。ベガルタチャンネルレディオ、さて今回は聞いてみていかがでしたでしょうか？皆さんの聞いての感想は SNS での発信やこちらのコメント欄などにお待ちしています。さてここでベガルタ仙台からのお知らせです。2024明治安田 J2 リーグのベガルタ仙台シーズン開幕戦は2月23日、24日、25日のいずれかの日にアウェーで大分トリニータとの対戦が決まっています。また3月9日もしくは10日に行われます水戸ホーリーホックとの第3節がホーム開幕戦となっています。これらの開催日、その他の日程、会場、キックオフ時刻などは1月23日火曜日に発表予定ですので、こちらをお楽しみにしててください。その新シーズンに向けての新しいユニフォームの販売予約を現在受付中です。今回こちらのユニフォームは復活リバイバルをテーマとしまして、天の川と星の輝きを表現したものとなりました。背中の首元には以前まで長年使用していましたブランメルとベガルタを表す星のデザインを復活させ、左の裾にはクラブ創立30周年ロゴをゴールドであしらっています。こちら二次予約期間まで合わせますと1月31日水曜日までの受付となっています。ご予約はカーサベガルタあるいはオフィシャルオンラインストアで受付しています。サイズや金額、お渡し時期など詳しくはベガルタ仙台の2024シーズンユニフォーム特設ページをご覧ください。その他の様々な情報についてなどもベガルタ仙台の公式ホームページをチェックしていただければと思います。ということでベガルタチャンネルレディオ、ここまでのお相手ナビゲーターの及川明宏でした。ではまた次回お会いいたしましょう。